はい、今回はですね、何をしようかっていうと、まずね、これなんですけど、今日が3月の14日の日曜日かな、今日までなんですよね。で、なんとかね、ギリギリね、これね、1300個までやる予定全くなかったんですよ。なかったんだけど、まあ、せっかくだからってことでね、ちょっと頑張ってやってね、うん、2回目のね、守護サービスガチャが手に入ったんで、今回それをやっていこうって感じですね。正直な話ね、めちゃくちゃ辛かったかな。うん、やっぱり新しいクエストは入れてほしいよね、このイベントやる場合はね。すごい、なんて言うんだろう、疲労感が半端なかったかな、今までのこういう集めるやチャレンジと比べるとね。だからまあ今後はね、やっぱその辺ちょっとね、うん、うまくやってほしいかなとは思いますね。うん、ってことで早速ちょっとね、やっていくんですけど、これでちょっとね、悲しい結果になったらね、その悲しさもひとしおなんですよね。はい、じゃあ行きましょうかね。最近でもシングルはね、悪くはないんですよね。うん、悪くはないんでね、せっかくなんでね、いいやつか新規来てほしいですね。あ、このマリポーサーはたくさん持ってますね。はい、4体目か5体目かなと思うんですけど、こういうのがあるからね、迷っちゃうよね。うん、まあでもね、うん、フィッシャーズもね、3体キズナマックス作れたし、カニベースはね、3体目いかなかったんですよね。一番自分時間つ、なんていうの、時間が合ってたのがやっぱフィッシャーズなんで、フィッシャーズはたくさんできたんですけどね、一番作りたかったカニベースが思ったよりね、はかどらなくて、結局2体目はキズナマックスにしたんだけど、3体目はすっごい中途半端に終わってますね。そんな感じなんで、ちょっと悲しい感じにはなりましたけどね。まあイベントはなるべくね、全部できれば消化していこうかなと思います。ということで、今回は、短いですがこの辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。